皆さんこんばんは。圧倒的数字が出ましたよね。最近これですよ。皇位継承に危機感 72%、 女性天皇容認は 90%。 女性天皇容認は実質は愛子天皇容認だと、そう読み取れるんです。愛子天皇容認が9割を超えていると、これ圧倒的総意ですよね。総意は多数決における圧倒的多数派の意味かなと思ってますし、そう考えると9割は間違いなく総意であると。まあ、そして日本国憲法においては天皇の条件たる、いや、総意がないといけないわけですよね。豊臣愛子内親王殿下は天皇になる条件を満たされている。僭越ながらそう思うんですよ。一方、悠仁くんは 10% 切ってるんですよね。その 10% が悠仁くんが天皇になってほしいと思ってる わけではないと思うんですよね。全然いないと思うんですよ。まあ、ですから、秋篠はうるさいという意味で、ノイジーマイノリティっていうことは言うまでもない。じゃあ 10% 切ってる人が、それは相違なんですか？相違ではないですよね。どう考えても。天皇にある条件を満たしていない。そう言わざるを得ないんじゃないのかなって。もうこれで決まりましたよね。答え出ましたよね。これ以上何があるんですか？この数字はどんどん100に近づいていくと思いますよ。秋篠宮が逆立ちしても、この数字は逆転できない。7% ぐらい？ 3% ぐらいは守りきるんですかね。それも無理だと思いますけど。共同通信社27日、天皇陛下の即位5年を前に皇室に関する全国郵送世論調査の結果をまとめましたと、皇位継承の安定性について危機感を感じるがある程度含め 72%、女性天皇を認めることは約 90% が賛同していると。もう圧倒的ですよね。これが日本の記事で話題になったんですけども、そしてこちらのドイツの記事がなかなかすごいことを書いているのでご紹介したいなと。日本は女性が天皇になることを許せるんだろうかと。これドイツの記事なんですけど、 DW。小室の話で結構話題になったメディアですけども、ジュリアン・ライオールさんが書いてます。まあ、この方も小室で結構有名になったような気がします。もうこれで答え出てるんですよ。多くの日本人は愛子内親王がいつか女性天皇になるかもしれないという大きな期待を抱いていると書かれてあるんですよ。これで答え出ましたよね。ね。ドイツの記事すら書いてるんですよ。保守派は女性が天皇として日本の王位につくことへの猛烈な反対をほぼ取り下げたと。しかし批評家たちは、彼らの提案は世界最古の世襲制、君主制の女性現象を排除する可能性があるというと、もう側室がない時点で無理に継承するしかなくなるんですよ。その無理な継承というものは、人口とか、お土産とか、危険な手段でしかないです。生命に反するような人工的な手段になるんですよ。今まで続いてきたのは奇跡だと思いますけども、その奇跡に人口を入れたらそれ奇跡なんですか？そんなことないですよね。意図的に男を生まれるようにして、紀子さんみたいな意図的に、あ、久しく生まれましたわ、男ですわ、とこの鳥の歌読んで、男です、それ奇跡なんですか？違いますよね。奇跡ではないですよ。それ必然って言うんです。日本の与党自民党は、皇室を拡大し、世界最古の王政における後継者難を回避するため、法改正向けて少しずつ前進しているようだと。しかし、批評家たちは、保守派の議員たちは、新しい法律が、最終的に女性が東アジアの国の菊の玉座につく道を、開けないようにするつもりだと警告していますと。10年以上にわたって皇室を覆ってきたこの問題に取り組むために、5月上旬に各政党の代表が一堂に会する予定であると。自民党は今月上旬に立場の転換を示しましたが、これは将来の女性天皇の誕生に向けた進展がようやく可能になったことを意味すると書いてありますけども、全然そんなことはないですけどね。何を考えてるのかよくわからないというか、自民党はね。どうせ大負けしますから。伝統的な強硬派は、以前は変化に抵抗してきましたが、党は現在2021年に初めて提案された2つの提案は合理的だと言っていると。まあ、被災とありきって言ってる時点でもう終わってるんですよ。世論を汲み取れてないのは分かりきった話で。ある提案では女性皇族が結婚しても皇族の身分を維持することを認めると。こんなことをしますと、例えば、加護さんの例で言うと、夫君と子供は何を産むか知れませんけども、ポンポン産まないでくださいよっていう感じなんですけど、夫君が皇族ではないと、なんですけど、同じ皇籍に入るんですよね。その夫君皇族ではないんですけど、どこに住むんですか？多分合格所に住みますよね。家賃ただですよね。やった、しみたもんですよ。そして、日頃仕事するんですか？こんな仕事しますかね？合格所にいるような人間が。普通の仕事するんですかね？すぐ辞めたくなると思いますけどね。ああ、辞めちゃった、どうしよう、仕事。ちょうどいい仕事あるじゃん？このカーニングペーパー覚えて、読んどけばいいのか、お手振りしとけばいいのか、加護さんみたいに。私は覚えようかみたいな話ですよ。言葉汚くなりましたけども、何十万、何百万稼げるんですか？終わりのいいバイトですよ。世界一時給高いんじゃないですか？それが目に見えてわかるんですよ。
おっとくんは過去その看板ぶら下げて、スピーチなり講演会なり言ったら、たらふく稼げますでしょうし、そんな未来しか見えないですよ。いや、これに近づいてくるのはろくなもんじゃないでしょ。子供も過去さんの看板ぶら下げて、秋篠宮の台もぶら下げて、超進学校に来ましたよ。道場破りかと。顔パスで行けちゃうかもしれませんよね。落とすわけにはいかないですから、そういうことが可能になって、我々が憤慨する事案が増えるのは容易に想像可能ですよ。こんなことをやろうとしてるんです。これは許容できないと思うんです。そして、皇族数の確保とか言ってますけども、まあずれてるんですよ。皇族数の確保をする皇族増やしました。じゃあ公務をこなします。秋篠宮家はしょうもない公務しかしてないですから、当たらない三段銃ですよ。そんな三段銃あるんですね。三段銃もパーンって言ってる。なんかに当たるんですけどね。当たらないようです。何の公務やってるんですか？植物園、動物園、水族館。そんなことして、自らの要求を満たしてる。ナマズ見て喜んでるだけじゃないですか。その割には動物に噛まれることが多い秋篠宮さんなんですけども、嫌われてるじゃないですか。誰が喜ぶんですか？動物も喜ばないですよ。動物すら噛みますからね。秋篠宮だけが喜んでるんですよ。私的に喜んでるだけですよね。税金で遊びまくってるのが秋篠宮家なんです。それはもう間違いない。その立場を維持したいがために、皇族費を3倍もらいたいがために講師になったんです。お父さんお母さんにわがまま言って、そして調整してもらって、こんな苦の根性が手のネタ終わりますよ。ある提案では女性皇族が結婚しても皇族の身分を維持することを認め、その代わりに平民となって結婚として、男子の皇位継承を生むことができないというものであると。第二の提案というものは、はい。第二次世界大戦の末期に日本が降伏した直後、占領当局、まあ、GHQ ですね。天皇の影響力を激減させようとしたために、切り落とされた皇族の分家を復活させるというものだ。これはいろいろ諸説あるんですが、それらの分家をこうして戻せば、天皇の子孫ははるかに多くなり、男子と後継者が生まれる可能性もはるかに高くなると。ただ、言える問題点としましては、門地による差別ですね。おそらく憲法違反という解釈がありますので、まあ、そこでかなり時間がかかるんだろうな、厳しいじゃないのかなって、生まれとか門地だけで。国民が特権を享受する皇族になるのは残念ながらかなり時間がかかってしまうんだろうなっていう。もう皇籍離脱して長いですよね。すごい立派な方もいらっしゃると思いますけども、そういう人は受け入れられるかもしれませんけども、それは博打みたいなもんですから、その辺の問題点が解消できにくいんではないのかなと思いますし、僕は自民党は保守派にコピー言ってるだけだと思いますよ。多分時間かかるの分かってると思うんで、そうだと思うんですけど、秋篠宮にとったら、進めることになりますから、自分らの立場が。そうよりは、秋篠宮家で反映した欲求が強いと思いますので、で考えると、第一プランが、本流かなーって僕は予想してますけどね。これは多分保守派の媚び売りだと思うんですよね。どうせ実現しないかなって思ってますけどね。どうでしょうね。なし崩し的にやるかもしれませんけど。内閣の法制局とか、どっちも問題ないって言ってるんでしたっけ？テンブル大学東京キャンパスの村上教授は、私にはこれはいい兆候に見えると。皇室典範の下では、日本では皇族の男系男子の子孫のみが天皇になることができると。そもそも歴代天皇は約半数が側室の子供なんですよ。ゼータとしましては、3世帯で側室いなかったら男子途絶えると出てるんです。残念ながら側室がないと無理なんですよ。今の時代に側室を復活させるって無理ですよね。だって象徴なんですから。そんなありえないでしょ。そんな嫌でしょ。嫌悪感ですよね。選択肢取れないですよ。じゃあどうするかっていうと、海明けしかないですよね。しかし、近年行われた世論調査では、だから答えはもう一つしかないですよ。一条改正するほかないですよ。それしか取れないでしょ。男系男子を男系長子にしたら終わるんですよ。ひとまずはね、秋篠宮皇統を継ぐことはないですからね。ひとまずはこれですよ。保守派はその考えに反発し、男性優位の社会で旧態依然とした理想を主張してきましたと、村上は DW に語ると。しかしそれが変わりつつあるのは心強いことですと。法律と日本では男性しか天皇になれないと。父、明人の大義を成人天皇には愛子内親王という娘しかいない。まあ、そして、秋篠宮殿下も娘しかいなかったんですけど、悠仁が誕生しましたと。本当に産んだもん勝ちみたいなとこありますよね。クーデターみたいなもんですよね。しかし、歴代政府は男系男子の後継者一人では、皇室縮小の長期的な解決に、確認はならないことを認識していて、近年、日本国民の大多数に愛されている君主制を継続させるための方法を検討するために一連の委員会を設置したと。簡単です。一条を変えるしかないです。以上です。それだけですよ。今の危機の本質、秋篠宮なんですよ。秋篠宮に強盗を使わせる、これが危機なんですよ。おかしいんですよ。そんなことやってはいけないんですよ。
知事のない人間を高等に立てまつったら、それは滅びるでしょう。明らかに。日本人の環境を研究する東京の成城大学の森英教授は、この提案は正しい方向への一方に見えるかもしれませんけども、政府内の伝統主義者の策略に過ぎないと警告する。そうなんでしょうね。これらの計画はどちらも女性天皇に反対する保守派の策略の結果である。僕もそう思いますし、恐ろしい未来が見えるんですよね。来た人が即位して、東照明愛国内親王殿下を顎で使うっていう未来が見えるわけですよ。まあ、一番最悪ですよね、それって。それが紀子さんの望んでることなんじゃないのかなって思いますけどね。一番の風習ですから、それはね。逆恨みですけど。今のままだったら、そうなる可能性は全然ありますからね。恐ろしいことです。彼らは男系こそが日本の伝統であると自民党や野党を説得するために国会で懸命に働きかけたと。その結果、これらの馬鹿げた提案が2つの可能性として受け入れられてしまったと森は言うと。こういった馬鹿げた提案とか言ってる時点で、この DW は、ね、それを乗っけてるのがいいなって思うんです。女性皇族の地位保持を認めることは、また保守的であると彼は指摘したと。平民である夫や男性の子孫が将来天皇になることはまだ許されない。同様に伝統主義者たちは旧支部を再組織化するという提案に喜んでいると。日本の国民は女性天皇であれ、女系天皇であれ、皇室を拡大する法改正に広く賛成し、男性だけが皇位を独占してきた制度を変えることを支持していると思いますと。時代背景ですよね。男女平等が叫ばれている時代に天皇の数を男性に限定するのは不合理だからであると。そうですね。イギリス、スペイン、ヨーロッパ諸国は女性君主というコンセプトを長い間で受け入れてきたと。問題は少数の保守が議員に大きな影響力を持って男系継承が日本の伝統だと信じま、込ませていることだと森氏が言うと。なぜなら、皇室典範の改正には前回一致であって、日本の最大野党である左寄りの立憲民主は女性天皇を認める改正にこだわり続けている。自民党が CDPJ と妥協し、女性天皇の提案を受け入れれば事態は動くかもしれないと。しかし、保守派からの反発が避けられない以上、自民党がそこまで妥協するとは思えない。おそらく自民党であるうちは無理でしょうね。ですから変えるしかないんだよって思いますけど。どうせ負けると思いますけどね、自民党は。以上です。それでは皆様ご一緒に、近しお疲れ様でした。ありがとうございました。バイバイ、さよなら。じゃあね。